全日本プロレスが北海道に帰ってくるぞ。こんなにも喜んでくれる、ね、まあ、喜んでくださる方々がいらっしゃったんだなと思うと、本当に優勝できてよかったなっていう、それを感じましたね。はい、まあ、やっぱ単純に嬉しいですよね。こうやっぱようやくあの、ね、なんだかんだ言ってあの期待してくれた方が多かったので、その人たちの期待に応えれたのがやっぱり一番嬉しいかなと思います。本当にありがとうございました。まあでも鮎木優真選手はコツコツと積み重ねてきたものが花開いたわけですからね。ただ今ポットで出た選手じゃないんで、もう多分彼自身もようやく俺の時代が来たかなって思ってるんじゃないですかね。もうそれぐらいのレベルの選手ですよね。もう本当に、何も上から目線で言うこともないし、本当に対等で戦うつもりでいるんで、Bブロック勝ち上がる最終戦の名古屋で青柳優真選手を引き分けて、そして優勝決定戦は解説席から見るという、もうめちゃくちゃ悔しかったですね。今までこうずっと何度か戦ってきましたけども、やっぱ1対1で勝ったことって1回もないので、やっぱそろそろね、宮原健と御用する青柳優真を見たい方もいらっしゃるんじゃないでしょうか、ね、それをやっぱ成し遂げたいですよ。決着戦というつもりはないですね。もう本当に挑戦者として挑むっていう感じもあると思いますよ。どうですか、見てください、これでようやく胸張ってあんたの前に立てますよ。15日札幌、俺があんたのベルト取りに行く、どうだ。やっぱり宮原健人と組んでても完全に宮原色にはならなかったですよね。チャンピオンカーニバルのリング上でも言ってましたけど、ね、胸を張ってあんたの前に立てますよという言葉が全てじゃないかなと思いますね。横にいながらも、まあ、俺は宮原健人のパートナーというものだけじゃねえんだっていうものは組んでて感じてますし、なんかそれがこの札幌で何か一つ答えが出るんじゃないかなと思ってますね。とりあえずタイトルマッチを組んでほしかったんで、なんとなく呼んだだけなんで、あんまりこうその時に対してはその特別感情はなかったんですけども、あのジャージの下にわざわざチャンピオンベルトを巻いてきたじゃないですか。あの野郎よくも俺の入場に水差してくれたなと思いましたね。なんかちょっとそういうなんていうんですかね、怒りの感情もあり、そのなんかなんでジャージの下になんでベルト巻いてきてるんだろうっていう、そのちょっとあの吹き出しちゃいそうになったんですよね。そうもうその辺がちょっとやめてほしいなって思いました。はい、もう本当に宮原健と青柳優真の物語もこの日に何か終わるのか何か始まるのか、全てこの日に何か、宮原健と青柳優真のドラマなのか分かんないですけど、なんか終わりなのか始まりなのか、やっぱ表面上だけでも何かしら変えないといけないですよね。形からじゃないですけど、やっぱその表面上をとにかく変えたい。今までこう宮原健とベルトを持ってて最高ですかって大会を締めるのが当たり前の景色になってるじゃないですか。そこをね、そのお客さんにとっていいか悪いかは別として変えないと、やっぱこれから先の全日本プロレスは正直明るい未来ないんじゃないかなって思ってるんですよ。間違いなくこう僕が持ったら変わるんじゃないかなと。ベルトも多分僕には似合わないでしょうけど、まあ似合う似合わないってだんだんそのやっぱ慣れるか慣れないかなんで、そのうち見ていけば慣れますよ。このチャンピオンカーニバルからの流れで北海道帰ってきたぜ北海道、それがもう間違いなく振り返った時にね、全日本プロレスを振り返った時に、あ、この日が今の全日本プロレスの
スタートだったんだなと多分思われる大会になるんで、その主役でいたいですよね。そこの最後を締めくくりたいですよね。この北海道は間違いなく歴史的なスタートになるのは間違いないですね。もちろんやっぱチャンピオンカーニバルのね、表面上の記録ですけども、そういう点ではジャンボ鶴田さんのね記録を塗り替えたっていうのはやっぱ自分にとっては誇らしいことなんで、これから先 ずっと多分僕が死ぬまで一生ね自慢し続けることですよ。これはもうそれをまた三冠のね歴史も新たに塗り替えて、また一生自慢し続けたいなって思ってるんで、やっぱ三冠の最年少記録も塗り替えますよ。青柳馬、ひっぺがせるもんならひっぺがしてみろ。必ず俺が北海道締めくくる。3年ぶりの北海道、5月15日札幌では青柳馬時代が到来することでしょう。ご来場のお客様は歴史の証人となり、残念ながら来れなかった方は一生後悔することになるでしょう。全日本プロレスどうなっても知りませんよ。バイ。なんかここ最近ちょっと寒い日が続いてましたけど、なんかもう天気まで僕に味方してくれてますね。これはなんかいけそうな気がしてきましたね。チャンピオンカーニバルもやっぱ、ね、僕に運が向いてきましたから、ああなんか三冠戦もなんか向いてきた気がしますね。天も祝福してますよ。青柳行けと間違いないですね。三冠ヘビー級選手権試合、挑戦者青柳優馬 VS 王者宮原健斗。